ズアイドルガイズ。いやあ、接続気づきたよ。アイドルデイズ第3章です。前回はどんな感じだったっけ収録そんな前じゃないのにね、なんかぽっかり頭から抜けとる感があるんやな。同棲が始まったんじゃ。何気に同棲が始まったんよな。そんなわけで、また数日が経ったところから始まります。そんで遊園地かな、ここは。椿との奇妙な同意生活が始まって数年、すぐに次の賃貸を探して出ていくものかと思っていたが、予想に反してそうはならなかった。椿の目にかなう物件がなかなか見つからなかったこともそうだが、俺の家の居心地がいいということもあるらしい。そんなに居心地よかったどうしたの、これやべえな。このまま居心地良かったら、いい物件が見つかっても出ていこうとしないかもしれないぞ。その頃には落ちてるな。その頃には俺に落ちてるな、椿ちゃん。喜んでいいとこだよな、これ。ねえ、ちょっと、こっちの機材はどこに片付けたらいいわけ？仕事中か。ああ、なるほど。公園でイベントやりよったんじゃ。ああ、それはこっちの隅にまとめて置いておいてくれ。君に認めていたんだよ。椿から呆れを含んだ言葉を投げかけられてしまい、俺は肩を落とした。今日は椿と一緒に遊園地に来ている。もちろんデートのような甘いものではなく、この遊園地で行われたアイドルライブの撤収作業に駆り出されているのだ。知名度こそ低いアイドルたちのライブだったが、そのパフォーマンスは大盛況だったと言っていいだろう。こういうとこから下積みって始まるんやな、アイドルって。訪れた多くの観客に拍手喝采を浴びるアイドルたちを見ていると、こう仕事をやっていてよかったと思える。そして週末から数時間、観客もアイドルもいなくなり、遊園地から人の気配も減り始めた頃、撤収スタッフとして残された俺と椿はライブで使用した機材や椅子などを片付けていたというわけだ。悪い、ちょっと考え事をしていたんだ。どうだかね、そう言ってサボりたいだけなんじゃないの。なぜ後輩にそこまで言われなあかんのじゃ。勘弁してくれよ、俺がそんなことをするわけないだろ。するな。そうだね、あんたはサボれるほど器用な性格してないか。褒めてないよねちょっと小馬鹿にしてるよね、その笑顔さ。その笑顔で言われてもね、ちょっと傷つくわ。どういう意味だよと問いかけたくなったが、とりあえずここはポジティブに受け止めておくことにしよう。そうだぞ人生ポジティブに受け止めたもん勝ちやけんな。前向きじゃ、前向き人生の方が伸びる。何にしてもこうして椿と軽口を叩き合える中に泣いたのは大きな進歩じゃないか。確かにこんな数日前の椿にはありえない話だった。最初は距離感もつかめなかったし、不良で暴力的な女の子だという印象も伝って腫れ物を触るように接していたからな。自分が成長したのか、それとも椿が歩み寄ってくれたのかはわからないが、その変化に満足しつつ片付けを進めていく。いい感じに関係になってきた。先輩後輩って感じとはなんかちょっと違う気がするけどな。相変わらず向こうはこっちに対してタメ口使ってるからな。いいパートナーって考えればいいんかな。さて、これで一通り終わったな。暗くなる前に終わらせることができてよかったと少しだけホッとする。と同時に、ふと椿の姿が見えないことに気がついた。さっきまで一緒に片付けをしていたはずなんだけどな。トイレだろうかと思って待っていると、どこからか聞き覚えのある歌が流れてくる。これはサボりだな。椿の歌声だと判断するまでに時間はかからなかった。いや、生粋のアイドルやん。なんでもないのにいきなり歌い出すとか、生粋のアイドルやん、お前。いや、もうどう考えてもアイドルの片鱗って見せてきとうやないか、こんな。あんなにアイドルにあんなに思い入れないみたいなことを言おったのにさ、もうアイドルの片鱗バリバリあるやん。
なる運命のもとに生まれてきとうだろう、お前。歌が聞こえてくる方向に視線を向けてみると、遊園地内に設置されたベンチの上に腰掛け、マイクに向かって歌う椿の姿がある。あのマイクって、今日アイドルライブで使ったものだ。片付けの最中に持ち出したのだろうか。いや、そんなことはどうでもいい。やっぱり、いや、思っていた以上にうまい。これほどの逸材が、なんでアイドルになりたがらないんだ。アイドルはともかく歌うことは好きなんやな。マイクに向かい、本気で歌う椿の姿とその歌声は、俺がこれまでに見てきたアイドルの中でもトップクラスだ。そう思った俺が、椿に声をかけようとした矢先。自分が歌っているところを見られたことに気がついた椿は、すぐに歌うことをやめて、マイクを、段ボールの中にしまい込んでしまった。あ、恥ずかしいんか。そんなに恥ずかしがらんでもいいのに。よほど追求されたくないのだろう。いや、なんかちょっと小さい頃はアイドル目指してましたみたいな感じがあるな、なんか。恥ずかしそうな表情を浮かべながら、マイクの入った段ボールを運んでいく椿を目で追いかけ、俺はつぶやく。歌うのが嫌いってわけじゃなさそうだけど。思えば、初めて会った時も歌を口ずさんでいたな。アイドル事務所で働いていながら、アイドルにあまり興味を持とうとしない姿勢も気になっていたが、何かつながりがあるのだろうか。三章やけんな。そうそう、そのあたり語られてもおかしくないと思うやけどな。ラーメン屋来た。絶対不機嫌だわ。こんなところ女の子と来るような場所じゃないもん。右上野球中継とか見ながらラーメンとか、完全に男の世界やん。おっさんやろ。仕事終わりのサラリーマンのおっさんかって感じやもん。仕事が終わり、家に帰る前に夕食を済ませてしまおうということで、入った行きつけの中華料理店で、椿は黙々と天津飯を口に運ぶ。椿が歌っている姿を見てからというもの、彼女は俺と目を合わせることすらしてくれなくなっていた。ウーブン名、何も悪いことはしていないはずなのに、この妙な罪悪感は何なのだろう。他人の秘密を覗き見てしまったような感覚に襲われて、俺もまた静かに中華そばをすする。この状況が続くのはまずいよな。同意相手と会話ができなくね、できないっていうのはきつすぎるし。ママよ、おい、メガランチャー発射するときのコアドロバジーナやん。泣けなしの勇気を振り絞って、俺は椿に向かって声をかける。きっかけだ。話をするきっかけさえ作ることができればいいのだ。難しく考える必要なんてないはずだろう。なあ、椿。何？冷たい返答だ。この冷たさ、シャーベットのように冷たいな。日本刀でもここまではないであると思えるほどに、鋭い切り口の言葉に、俺の勇気は一瞬でしぼんでしまう。いや、だな。その、あれだ。歌、うまかったなって思ってさ。しぼんだ勇気をもう一度振り立たせながら、そんなことを言ってみる。すると、椿は赤面して顔をうつむけてしまった。忘れてくれない、あんなの私じゃないし。私じゃない、私じゃないの。可愛いんだろうな。歌う姿っていうかさ、こういう動くたちでできてないけどさ、どんな感じかまだわからないけどさ、可愛いんだろうな。私じゃないって、どう考えても椿本人だろ。二重人格ってわけでもあるまいし、なんだろう。それは二重人格だったら二重人格ってなんか面白いな、なんか。別の椿が入っとってさ、アイドルになりたい椿と、アイドルになりたくない椿の二面があるという。なんか、話のベクトル変わる気だな。その、もなんか可愛いよな。押し黙ってしまう椿に違和感を覚えて、俺は首を傾けた。いつもなら俺が気に食わないことを言ったら、罵声かビンタかボディーブローをお見舞いしてくれる椿。
M 男からしたら3つともありがとうございます案件ですけどね。俺は M じゃないんだね。にもかかわらず今日の椿はただ黙っているだけでこちらに圧をかけてくれることもない。ここの中ではちょっとまんざらでもない感じなんだろう。前から思ってたんだけどさ、お前歌は好きなんだろ。好きでもないのにマイクに向かって歌ったり公園で口ずさんだりするはずがない。以前から感じていた小さな疑問を椿に向けて、俺は彼女のリアクションを待つ。しかし椿はこちらの質問に対して肯定も否定もすることなく淡々と言葉を紡いだ。私さ、外から見たら結構恵まれた家庭で生まれ育ったと思ってる。そうやな。どうしたんだ急に。いいから黙って聞いてよ。もうなんか自分から語り始めてきたな。ちょっと心は開いてくれとるところがここで垣間見えるな。うちの家ってお金持ちだし芸能界にも近いわけ。うん。だからなのか知らないけど、うちの両親は私にアイドルとか女優とかを目指せって言ってきたんだよ。うんうん。それからは彼女の半生についての告白のようだった。望んでもいない夢を目指すように強要された椿は、両親に歌や踊り、楽器を徹底的に学ばされ、疲弊していったらしい。さらに、幼少期から雑誌のモデルをやらされて、毎日忙しく動き回っていたそうだ。驚くべきは、これらが幼稚園から小学校にかけての時期であるという点だろうか。あー、なるほどな。普通の子だったら幼稚園小学校でみんなと遊んびょう時間帯にそういう仕事をしなあかんような状況になっておると、本来子供たちがやれることだったはずの遊びっていうのをこの子は知らずに育ってしまったんだな。まあそんなだから学校にもまともに通えてなくてさ。うん。たまに通っても同級生も先生もみんな私のことなんて見ちゃくれない。うん。本来通るべきだった子供としての姿がね、この子にはないんですね。話しかけてくる奴らが見てるのは私じゃなくて芸能界のことだった。どいつもこいつも信用できなくなったのその時期でね。ああ、素の自分のことを見てくれる人がおらんかったやな。どうもこうも自分というよりは自分についてる芸能界の側面っていうのを見て話してくるような感じ。椿、俺には縁のない話だが、親が芸能人だったり幼少期から芸能界に身を置く子役が陥る環境として噂は聞いたことがある。いじめられることもあるというから椿にとって辛い体験だったと想像するに難しくない。だから私は家族なんて捨てて好きなように生きようって思ったんだよ。ああ、だから両親のことあんまりよく思ってないんだ。私をこんな状況に陥れているのは両親だった。だから家を出て不良仲間とつるむようになって喧嘩三昧さ。うん。いろいろ吹っ切れてたってのもあったからかな。あの時は本当に自由だって思った。束縛もないし力が全てだったから。いや、力が全てって言葉どうかと思うよ。そんな女の子から力が全てだったからってみたいな感じの言葉が出てくるのどうかと思うよ。うん、ゼータガンダムのティターンズみたいな考え方やな。しかし、その自由も長くは続かなかったと、椿は小さくこぼした。一緒に悪さをしていた仲間たちは成長とともに自分の周りから去っていき、孤独を感じる日々が始まったのだと。じいちゃんだけは私のことを分かってくれてた。なるほどぞ。俺は椿の事情を理解する。アパートを追い出された時、実家に帰ろうとしなかった理由もここにあるのだろう。両親との確執、そして孤独。椿が抱えている問題はおそらく俺が思っているよりもずっと深い。進むべき道を見失ってさまよい続けた結果が現在の椿なのだ。そして彼女は未だに迷い続けている。だからこそ俺は彼女に向かってこんな言葉を送った。
おっぱい。道を切り開くのは自信と勇気だ。椿にはそれがあると俺は思っている。わ、なんかすごいな。アントニオ猪木あたりが言いそうな感じの名言だったね、今。それに、今の時代が気に入らないとこぼしているだけじゃ何もならないだろ。だったらどうしろってのよ。私には何もない。夢も未来も、信頼できる友達も、家族だって。あんたはいいよね、夢があるから。私は、私には誰かに用意された夢しかなかったんだよ。これから見つかると思うよ。中華料理店、中華料理屋のテーブルを強く叩いて声を荒げる椿の様子に、俺もまた気持ちが高ぶるかな。椿はただ逃げているだけだ。彼女はそんなネガティブな感情に支配されて、人生を台無しにしていいような人間じゃない。いや、それぞれの人生はそれぞれのものだ。椿ではなくたって、その命をどうやって燃やすかはその本人が決めるべきじゃないのか。命にはリミットがあるんだ。だったらその命は自分が選んだ場所で使い切るくらいの気概を見せてみろよ。気合いだ。いきなりどうした、鈴木ですけ。いきなりファイヤー始まったぞ。俺の心がファイヤー始まったぞ。どうした。偉そうに説教なんて聞くつもりはないんだよ。そう激高したように叫んだ椿だったが、次の瞬間には大きく息を吐いて、椅子の背もたれに体を預けてつぶやく。さっきの言葉ってさ、どうせ漫画とかのセリフなんでしょ。え、これは違うんじゃないかな。自分から素で出てきた言葉じゃないかな。あ、名言かい。いや、そこはさ、自分の中から出てきた言葉だって言って欲しかったな。完全に、え、何の漫画なのよ、俺は。何の漫画だった、今のは。ああ、俺が大好きな名言たちだから、椿にもきっと響いてくれると思ってさ。バカみたいだね。思った、俺も思った。バカじゃねえのって俺思った。それに関してはバカじゃねえのって俺も思った。何が俺の好きな漫画だから椿にも響いてくれると思ったじゃん。それは人それぞれや。あんなセリフなんて夢とか目標があるやつにしか効果はないんだよ。さっきも言ったけど、私にはそういうのがないから。そんなことないさ。夢とか目標ってのは誰だって必ず持ってる。それに気づきたいってだけだ。夢にや目標というのは未来を作っていくためのエネルギーだぞ。それは同時に今を生きるための活力でもある。未来、ああ、フューチャーは今の延長だ。だからこそ今を大切に、悔いのないようにな。ちなみにこれも俺の好きなアニメの名言だ。いい言葉だろ。全然知らん。ああ、このゲームの中の説のケース、多分俺とちょっと世代が違うんだろうな。俺の知らんアニメの名言出てきた。え、俺って割とそういう結構有名なアニメの名言とか実は知らない口だったんかな俺。いつのアニメなんだろう。古いアニメなんかな。この補足に椿はそれまでの厳しい表情をほぐし、柔らかい笑みを浮かべた。あんたってそういうとこが余計なんだよね。うん、人間結構余計なもんがたくさんあるもんなんだよ。でもさ、余計すべてを取っ払っていったらつまんないもんなんだよ。こういうさ、しょうもないところを残すところがさ、人間味の良さってなんだよ。わかるか。でもありがとう、ちょっと元気出たよ。そうか。そう言って見せる椿だが、とてもそうには見えなかった。椿が自分の抱えた問題を打ち明けてくれたというのは俺にとって大きな前進だ。彼女を預かる教育係として、このままネガティブな感情を抱いたまま放っておくことなんてできるはずもない。そう思った俺はちらりと店内にかけられた時計を見てうなずく。うん、今から行けばまだ間に合いそうだ。なあ椿、ちょっとこれから時間あるか？まあ特に予定はないけど。
だったらちょっと付き合ってくれよ。面白いところに連れて行ってやるからさ。は？今からってもう日が暮れてるんだよ。まさかラボーに連れて行く気やな、お前。いいから。そう言ってお会計を済ませると、俺は椿の手を取った。やばい、なんかこれ駆け落ちみたいな感じになってる。案内したのは俺にとって特別なあの場所だ。どの場所なんだ。そう言って割と無憤なところを来たらさ、お前ぶん殴るってやるからな。おいらの椿ちゃんに何してんだってなるからな。え？ライブ会場2パターンから選べるらしいわ。何これ？待って、どうやってセーブするんやったっけ？どうやってセーブするんやったっけ？待って、どっちがセーブだったっけ？これロードじゃ。こっちじゃ。これ重要すぎだろ。何これ、頂点か底辺がどっちに行くかって話になってる。あえて底辺の方がいいかもしれんしな。夢見せてあげたいけん、やっぱちょっと頂点行ってみるか。頂点行っとくか。わ、やべえ、何これ。なんでこんなでかい卵っちあるん？なんかすごいでかい卵っちあるんやけど。なんでこんなでかい卵っち背景に置くん、このアイドル会場。アイドルライブに行くと聞いた椿は見るからに嫌そうな表情を浮かべてみせたが、俺の手を振りほどこうとはしなかった。おかげで無事に彼女をアリーナライブへと招待することができたわけだが。何のつもりだよ。私がアイドルに興味ないのは知ってるだろう。もちろん知っている。というか、さっきの話を聞いてようやく理解できたようにも感じていた。椿にとってアイドルだとか女優だとか、あるいはもっと広く芸能界というものは呪いのようなものなのだろう。親に強制された目指したくもない夢であり、自分という存在に自信を持てなくなったきっかけだ。そして同時に彼女が夢を持てなくなり、未来フューチャーへの希望を失い、自暴自棄になってしまった要因でもあるのだ。だからこそ俺はここに連れてきたんだよ。夢中でそうつぶやいてから、俺は椿にこのライブについて説明する。でかい会場だろ。うちの事務所が普段使っているような小さなライブハウスじゃない。そりゃ見ればわかるよ、お客さんだって多いみたいだし。あと、えらいでかい卵っちあるし。ああ、なんて言ったって、日本のトップアイドルの単独ライブだからな。AKB か？ AKB ってこんななんかさ、ピンクだキラキラななんか乙女チックな感じなん？チケットはだいぶ前に取ってあったんだが、椿と同意を始めたので、今回の参加は諦めていたのだ。プレミアム近くだなぞ。抽選で当たったのは本当に奇跡だったんだ。チケット2枚もあったんだよ。もう椿と一緒に行く気満々だったんやな。それは一緒に行ってくれる相手が誰かいるかもしれないと期待して、とりあえず取っておいたものだ。なんだその淡い期待は。そんなんで2枚買うか普通。そうやってなんか都合よく当たるか普通。怖ー、このゲーム怖いわ。誰か行く相手も特に取りおるわけでもないのに、2枚買うし、2枚当たってしまうし、怖いわ、このゲーム。とはいえ、仕事で忙しい俺には、彼女はおるか、友達もいないため、そのまま無駄になるところだったわけだが、無謀すぎる購入。無謀すぎる購入。そんな人脈でよう2枚目買ったなって思うんやけど。譲ろうとかその前にさ、1枚しか買わないって選択肢なかったんかなって俺思うんやけどな。要はその確率の偉い天文学的な低い方にかけて、それがまんまと当たったなって思うわ。こうして椿を連れてくることができたのだから、結果的には無駄になっていない。そういや、椿は今回のアイドルグループのことは知っているんだっけ？聞いたことあるよ。でもくだらないお遊戯みたいなもんでしょ。なんでそれ、どんな認識持ってんのあんた、アイドルに。
そもそもアイドルになんて興味はない。そう言いだけな彼女の表情に俺は苦笑する。まあ見てくれ、トップアイドルのライブってやつをさ。あ、こっからなんか椿ちゃんの心の扉が開きそうな気がするな。なんかそうつけた矢先、会場の照明が落ちる。唐突な事態に周囲がざわつき始め、それは怒った。みんなあげてくよ声声が台無しそんじゃお前、トップアイドルのスタートが。闇の中が突如としてステージの上に現れたアイドルたち、誰もおらんよ。そうして君のような歌声とともにライブの幕が上がる。そこからはまさしく圧巻のパフォーマンスと演出だった。今日は見てくれてありがとう、みんな愛してる。いや MC を他のやつに頼めグループだとしたら他のやつに頼め。お前の声では MC 向いてないんだ、声高すぎてな。枯れてんじゃないかお前。鳴り響く音楽の合間に挿入されるこんな MC にファンたちは怒涛の関数を上げて答えた。え、こんなんでもいいの、こんな声の MC でもいいの。そして末っ子の中からスポットライトがイクジョーかなにも走り、アイドルたちの姿を消しては映しては消していく。縦横無尽に走る光の濁流は嫌おうなしに観客のテンションを上げ、光の中に映るアイドルたちの一挙定位置等速に視線を口づけにさせた。やっぱりトップアイドルは次元が違う。うちの事務所のアイドルたちがビジュアル面で劣っているとは全く思わない。だがただ見た目がいいだけではないのだ。トップアイドルと呼ばれるステージ上の彼女たちには見る者を魅了する力があるのだと実感する。これがカリスマ性というものだろうか。どっから湧いてくるんだろうな、カリスマ性って。世界の中心が彼女たちであるかのような錯覚を起こしてしまうほど、ライブ会場は異様な熱気に包まれていく。うわー、うっとりしとるやけや。え？隣におるんか、俺なんこれ。隣におる、こういうなんか、いかにも陰気な感じの俺なんこれ。俺これ待て、隣で、この棒二つ持ったやつが俺なんこれ。わあ、そんな T シャツで来るもんなんライブって。もっちょ、おしゃれしろよ、お前。ビームサービル2本持ってさ、おい。ふと気になって椿の方を見てみると、彼女もまたステージの上のアイドルたちに目を奪われているようだった。自分の過去を過去化した時のように夢も希望もないと語った彼女とはまるで違う。おそらく本人も自覚はしていたのだろうが、音楽に合わせて小さく体が揺れている。椿の心がアイドルたちのパフォーマンスによって作り出されたこのライブ空間と一体化している証拠だ。乗ってるねー、いい波乗ってんねー。正義で来たのは正解だったな。真剣な目で見てるもん。椿の瞳の奥に輝きが宿ったことを確認してから、俺は小さく笑みを浮かべた。きっかけを作ってやったのさ、フューチャーに向かう椿のためにさ、己のフューチャーを多分頭の中で描いてるだろうな今頃。フューチャーをな。どうだった、初めてのビッグライブを見た感想は。ライブが終わって秋葉原の街に戻ってきてから、俺は椿にそんなことを問いかけてみた。普段であれば気のない返事が返ってきたでことだろう。しかし今日は違う。しばらく考え込んだ椿は小さくうなずいてから答えた。あんたがトップアイドルをプロデュースしたいって言ってる意味、ちょっとだけ分かった気がするよ。あのステージの上に立ってた子たちはみんな輝いてた。私なんかとは違ってね。そんなことないさ、
椿だってこれからエクラでも輝けるはずだ。もしかしてまたアイドルになれっていうつもり？だそこまでは言わんけどさ、何かの世界で輝く星には椿はなれると思うんだよな。アイドルがくだらないものなんかじゃないってことは分かったけど、自分がやるかどうかは別の話で。もちろんそんなことは分かってる。俺が提案しようとしているのは全く別のことだ。椿には椿の夢がある。だから俺はそれが見つかるまでサポートするつもりだ。それまでは俺と一緒に夢を見てみないか。俺たちでトップアイドルをプロデュースするっていう夢をさ。なんかちょっと遠回しにこれ結婚してくださいの流れみたいなメッセージだったな今なんか椿は目を見張ってから俺のことを疑わしげに見つめてくる。なんか遠回しに結婚してくださいって言われてるみたいな感じで、ちょっと椿さんもちょっと椿ちゃんも思ってるんかな。おかしなことを言っている自覚はある。ただこれは強制通つもりはなく、あくまでも一つの提案でしかない。椿にとって夢や目的を強制されることは最大の苦痛だというのはすでに理解しているからな。同じ夢を見ようというのはただの建前で、俺が椿を支えるという意思表明をしたかったに過ぎない。だから断ってくれてもよかった。むしろ断られるとさえ思っていたくらいだ。しかし椿が返してきた言葉は予想外のものだった。おっと、興味乗ってきた。乗ってきたね、つばきちゃん。いい波乗ってるね、やな。え？うちのアイドルたちを盛り上げてくってわけだよね。やってやるよ。やるからにはてっぺん狙うから。私、負けるのって大嫌いだし。いいね。なんだか、つばきの心に火がついたらしい。いくらい？の負けずる嫌いの性格と、アイドルに対する肯定的な感情の芽生えが着火剤になったのだろうか。トップアイドルがすごいってことはよく分かった。だからこそ勝ち込みかけがいがあるってもんだよ。上にいる連中を全部蹴落として、うちのアイドルをトップアイドルにしてやろうじゃないか。うわー、めっちゃ目覚めてきた。椿ちゃんの中になんか闘志が目覚め始めてきたぞ。そう言って椿は自らの右拳を左手のひらにパンと打ち付けた。力の込め方が不良なんだよな、まだ。椿と共に事務所に所属する地下アイドルたちをトップアイドルに導くという夢を共有することになったその日、俺と椿はライブの帰りにそのまま事務所へと立ち寄っていた。頑張るって決めるのはいいけど、明日からでもいいんじゃないか。誰もいない事務所の扉を開きながら、俺は苦笑を浮かべる。分かってるけど、今の気持ちが冷めないようにしておきたいんだよ。ああ、分かるわ。これはやろうって今決めたんだったら今のうちやっといた方がいいわ。後々に回しとったらさ、いつかやる気なくなるからな。俺もそういう気持ちあるわ。そう言って、椿は事務所で当てがわれていた自分の席へと向かい、パソコンを起動する。何するんだ？今の私じゃ知識も経験も足りない。もっとアイドルについて詳しくならないと、トップアイドルをプロデュースするなんてできるわけないから。うわ、めっちゃやる気に満ち溢れてるやん。あんだけアイドルに興味なかったのに、一つの夢を見つけたらこんな感じに人間は変わるんですね。皆さん、夢って大切ですね、やっぱ。そう言って椿は何やらインターネットで情報を集め始めた。椿の言う通りだ。県警が何度であれば地域で勝負するという選択肢は正しい。もちろんそれ以外にも磨かなければならない部分はある。アイドルを売り込んでいくための営業力、コミュニケーション能力、市場を読む力なども必要になってくるからな。アイドルをプロデュースするというのは簡単な仕事ではないというわけだ。だからこそ俺もまだアイドルプロデュースを任されてはいないんだけど、今はまだバックアップスタッフという立場でしかない。椿と同じく俺も学ぶべきことはいくらでもある。
負けてられないな。わ、これ刹那圭介からしたらさ、椿ちゃんって新米で入りたての情熱があった自分を見ようような感じなんだろうな。椿ちゃんやっぱ何か見つけたらさ、燃えるタイプの子だったんやな。なんか言った？いや、なんでもない。1時間くらいしたら帰るから、それまでに必要なことは済ませてたってくれよな。そう椿に伝えたから、俺も情報収集をするためにパソコンを開いた。アイドルのダンスパフォーマンスが激しくなってきたのはやっぱり2000年代に入ってからって感じだね。そんな歴史から調べてんの？そういう歴史的なことから調べ始めとんじゃ、なんか。その影響で歌はそのものだけじゃなくて、視覚的な驚きってのも重要視されるようになってきてる。海外のアイドルなんか見てると、その傾向がより顕著だよな。海外アイドルと国産アイドルはちょっと毛色が違うでしょ。コンセプトも違うみたいだしさ。日本のアイドルは可愛い系、海外はセクシー系。比較対象にならないじゃん。確かに海外のアイドルってちょっとセクシーなところあるようなあれが多いよね。そうかもしれないけど、アイドル市場ってのは結局同じだろ。分析しておく必要はあるんじゃないか。とそんな議論を繰り広げていると、気がついたら約束していた時間を大幅に回ってしまっていた。まだ深夜0時は回っていないものの、帰り着く頃にはそのくらいの時間になっているだろう。それにしても驚いたな。初めて働いた日にも思ったけど、覚えたり吸収したりするのが早すぎるぞ。まあ椿ちゃんはさ、養分をさ、おもれに吸収するのは得意らしいからな。なんだよ急に。褒めたって何も出ないよ。褒めたというか、純粋に本心からの言葉だ。アイドル事務所に入る前からアイドルファンだったこの俺と、わずかな時間で対等に議論を交わせるために成長している。え、刹那圭介がヘボなだけなのかもしれんけどな。1970年代のアイドル名盛期に始まり、最近のバーチャルアイドルと呼ばれるジャンルにまで知識を広げてきたのだ。あ、バーチャルアイドルとか出てくるや。それだけにとどまらず、楽曲の流行りや流行や、衣装の変換、さらには海外のアイドルにまで知識の幅を広げようとすらしている。実は椿ってものすごく頭がいいのではないだろうか。仕事ができるしな。ほんまに不良としてやりよったんかなって思うやな。ちょっともらう場が足りてないだけでさ、実は頭が切れる女の子だったんじゃ。昔から勉強は割と得意な方だったんだよね。学生の時全国模試で上位100位くらいには入ってたし。マジか、お前それさ、真面目に勉強しようったらさ、なんかもっとすごい道に行けそうな感じだったんやな。すごいじゃないか。ま、結局素行不良と暴力沙汰で退学になっちゃったからあんまり関係ないんだけどね。ここは学歴社会やな。そう考えたら結局高校卒業できないことで中卒ってことになってしまうよな。家柄もいいし、容姿も整っている椿だ。運動能力の高さは喧嘩の強さから実証済みだし、そこに頭脳明晰となれば完璧超人が完成してしまう。大学になっていなければ有名大学に進学したり、あるいは別の形で成功者への道も歩んでいたかもしれないな。もちろんアイドルになったとしても耐性できるに違いない。一緒にトップアイドルをプロデュースしようって俺が言っといてなんだけどさ、やっぱ椿はアイドルに向いてるって思うよ。何度も言ってるだろ。私はアイドルにはならない。やっぱそうなれますか。こっからどうやってアイドルになろうって話になるんだろうな。逆に気になってくるわ。私はただあんたの夢を一緒に見させてもらってるだけ。自分の夢が見つかるまでの期限付きでね。でもその夢が結局アイドルなんでしょ。見つかる夢がさ、俺にはわかるぞ椿ちゃん。その通りだ。俺がそう提案したのだから理解していないわけがない。ま、
やるからには全力でやってみせるよ。うちのアイドルたちを輝かせるためにもね。そういうわけだから、これからもよろしく頼むよ、先輩。ようやくお前のことを先輩って。ああ、こっちからもよろしく頼むよ、後輩。そう言って笑いかけてくる椿の表情は、まるで俺をからかう子供のようにも見える。先輩か。屈託もない彼女の笑顔と、その言葉の響きに、俺は不覚にもときめいてしまっていた。恋が始まりそうやな。恋が始まりそうやな、お前。おい、せつなけいすけ。うわー、手叫びが始まりましたが、ここでお相手をさせていただきます。セーブじゃ、多分これ4章かな。間違えたー、ロードをしてもだ間違えたじゃよな、やっぱ4章だと思っとった。いい感じで区切り見つけるのうまいな俺。よっしゃ、というわけで第3章完結。一つのパートで一つの章終わるよなこれ。というわけで、アイドルになるっていうことはさ、まだ全然興味ないんやけど、結局のところ。しかしアイドルをサポートすることに関してはすごい興味が出てきて燃えております、椿ちゃん。これはそのうち自分の夢っていうのがさ、見つかるかもしれんし、アイドルをサポートすることがさ、そもそも夢になるかもしれない。そんな感じの椿ちゃん第一歩です。これから椿ちゃんのことを応援しましょう。というわけで今回はここまで。次回も見てくれたら嬉しいと思います。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。週上げ